隊列最終コーナーから立ち上がってきました。 FP3 クラススタートは切られました。スタート角子スタート、そして月岡がイケイケのスタートで2番手に上がろう。バランスを崩してしまったのは岡本ですが、止まりはしていません。まだまだこれからです。長い長い22周、まずは角がリード、2番手に月岡、3番手に岸、4番手に篠原、5番手に岡本というオーダーになりました。さあしかし2番手3番手はテールトゥーノーズ状態。月岡に対しまして岸、仕掛けていくか。そして先ほどは離されてしまった篠原、今度はついていくか。さあ複合で早くも岸が飛び込みました。岸が飛び込んでそのまま立ち上がってきます。岸貴博2番手に戻ります。スタートの出遅れをリカバーしました。岸2番手に再浮上、3番手月岡はピタッとついたまま。まだまだ2周目です。篠原の後ろ岡本、体勢を立て直してヘアピンへと入っていきます。さあこの FP3 大人のクラスということで最低重量も少し重めに設定されています。そしてご褒美も盛りたくさん。複合から立ち上がってくる、トップを走りますカーナンバー12番角。彼が今シーズン転戦を目論んでいるのとしたら、ひょっとしたらその目の前にはすでに SL の国際大会というご褒美がぶら下がっているかもしれません。3コーナーから4コーナーへと向かっていく2番手3番手岸と月岡、こちらもまだ離れない。そして4番手5番手篠原と岡本が近づいてきました。篠原に対しまして岡本、どのように仕掛けていくでしょうか。一番若手ではありますが、先ほど予選では前の集団からは離れてしまいました篠原。それに対しまして予選でも速さを見せておりました岡本、多分同年代のドライバーから熱い熱い応援の視線が注がれていることと思います。1コーナーから2コーナー、大きな動きはありませんが、3コーナー岡本、リンが入っていきました。岡本4番手に浮上、綺麗に入っていきました。そして立ち上がり漕いでます、漕いでます。ヘアピンのところでは篠原も後ろ離され前とついていきますが、さあ岡本にとっては今度は前の月岡を、気持ちは切り替えていることでしょう。トップカーナンバー12番チーム TKC の角、完全に単独です。先ほども競り合いました岸と月岡、こちらの方はスタート直後に月岡が前に出ましたが、その後は動いていませんが、大3コーナーのところちょっと接触もありつつ、岸はプレッシャーに耐えられるかといったところですよね。ヘアピンからの立ち上がり、2人のラインが微妙にずれます。帰ってきますと5周終了、6周目、トップ角和彦はスピードをまた上げました。ラップタイムは43秒261。2番手岸、3番手月岡、こちらは月岡が岸を上回るペースで周回しています。そしてさらにそれを上回るペースなのが4番手の岡本です。前の2人に追いついてきそうな勢い、岡本手応えはあるでしょう。これはいけると周回数の長さも味方につけまして追い上げていきます。前の2人はまだまだ競り合う可能性大ですからね。岡本は追いついた時のワンチャンス、ツーチャンス、そこに向けていろいろ頭の中で構想を練っていかなくてはなりません。どこで行こうか、どうやって抜こうか、抜いた後どうしようか。さあそんなことを考えているかどうかは分かりませんが、どんどんと追いついてきました。そして2番手3番手はまた臨戦態勢に入っています。岸と月岡、
後ろがだんだんと迫ってくるのが分かっているかどうか。2番手3番手争い、明らかに後ろから追い上げている岡本の方がスピードは乗っています。トップ角はまたまたファステストラップ更新、43秒159。2番手の岸43秒6、3番手月岡43秒5。岡本はこの周回ちょっと落としまして、2番手の岸とほぼ同タイム43秒65。篠原は43秒8とちょっと前のドライバーに追いつくことはできなさそう。8周目に入っています。トップを走りますカーナンバー12番、篠和彦、チーム TKC の37歳。このクラスでは若手の方です。そして2番手カーナンバー14番の岸隆弘、こちらは40歳。3番手の11番月岡は37歳。アラフォードライバーがトップ3ということになっています。そこを50代のドライバーと20代のドライバーが追うというね、こういうレースでないとなかなか見られないのではないでしょうか。年齢層の非常に高いレースになっています。地方戦 FP3 カーナンバー12番角和彦、ホームストレートを通過、九州終了10周目。2番手3番手はラップタイム少し落としました。4番手の岡本は自己ベストを更新、前とのタイムギャップをコンマ8秒に縮めてきています。さあ岸と月岡、そろそろ競り合っている場合ではなくなってきたか。レースは中盤です。しかしながらまだ折り返し地点には至っていません。4番手追い上げている岡本はレースの後半チャンスが出てくるようなそんな展開ではありますが、57歳最年長の岡本にとっては後半体力が持つかっていうようなそういうポイントもありますのでね、じわじわと近づいていきますが、捉えた時にバトルに入れるだけの集中力そして体力を保っているかどうか。3番手4番手に5番手が間もなく追いつこうかというところです。11周終了、12周目に入っていきます。レースは折り返しです。トップ角は2番手岸とのタイムギャップを4秒7と広げました。岸の後ろにはまた月岡がついています。もうここは月岡いつでも行けそうな感じもするんですけどもね、余力がありそうな感じはするんですが、なかなか難しいか。ダブルのところではハンドルを激しく切っているシーンも見受けられます。後ろから来る岡本はペースを上げたままでいられるのか。ああ前の2人が競り合っていない分、43秒5と自己ベストを更新してきました。43秒7という岡本はちょっと苦しくなってきた。一方でトップの角はと言いますと43秒313、2番手のドライバー2人よりもですねコンマ2秒ほど早いタイムで周回をしています。後ろとの差もまもなく5秒になろうかというところです。レースは後半このままずっと推移していくんでしょうか。 FP3 トップはカーナンバー12番角和彦、岸と月岡、岡本、さあどうだ、岡本追い上げられるか。うん、前の2人と同タイムぐらいまでまた上げてきました。篠原はまた大きく離れてしまいました。最若手で一番元気があるかなと思っておりました篠原ですが、若干先輩方に対し遅れを取っている状況です。
ヘアピンからダブル、岸も少し後ろを引き離しにかかっているか。今回の参戦台数は5台全車が走行しています。この決勝15周目に入ります。さあここに来て騎士が後ろを引き離しにかかりました。月岡は若干離れ気味。今回唯一のチームエッグガーラからの参戦です。カーナンバー11番の月岡。先ほどは雨がすーっと落ちてきまして、で一時ですね、そのスーとかサーとかじゃなくてバーッと降った時に、さあ路面が変わってきますよっていう時にですね、強さを発揮したのがこのカーナンバー11番の月岡ですよね。予選ヒート路面コンディションの変化に一番動じずに、少ししっとり濡れたような感じになった時もスピードはさほど落ちず、でそして乾いてきたなって思うような時にですね、しっかりとスピードを上げてくる、アクセル踏んでくるのが月岡でした。さあその強さを見せた月岡なんですが、ここに来てスピードが伸びなくなってきたか。後ろから追い上げている岡本は漕いで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 前を追っています。さあカーナンバー13番茂原でおなじみ岡本さん、ついに前の月岡を捉えました。さあ月岡の後ろからタイムギャップはコンマ5秒。16周終了です。残り周回数6周、各ドライバー先が見えてきて、そろそろスパートに入るか。22周という長い決勝の中、いろいろな組み立てをしていたでしょうが、カウントダウンをしてくればもう体のことは二の次、体力のことも二の次で最後火がついてきます。それがカーター、 FP3 カーナンバー13番岡本秀明。前に追いつくことができるか。希望でもぐっと詰めていく。17周終了、残り周回数5周です。月岡の後ろの岡本削ってきました。タイムギャップはコンマ4秒。漕いでます漕いでます、3コーナー手前も漕いでます。スピードを乗せてドスンドスンと何度もですね、体を動かしながら前を追っていきます。岡本4の立ち上がりも走れ走れとばかりに、馬じゃないんだからって突っ込みたくなるぐらい体全体を使ってドライビングをしています岡本。しかし前の月岡も体いっぱい使ってクリアをしてくる。複合からの立ち上がり、残り周回数4周、追いつくのか、もう届かないのか。2人のタイムギャップはコンマ5。先ほどからコンマ5とコンマ4とコンマ5とこの辺りを行き来しております。月岡としても岡本には追いつかれたくない、そんな思いだと思います。2番手岸の前を本当は走りたかった月岡、スタートダッシュを決めた月岡ですが、その後岸を捉えることはできずに中盤以降は離れてしまいました。ですがスターティンググリッドのこの3番手はなんとか守りたい。19周終了、20周目、残り周回数は3周。さあ体を前に倒し込みます月岡。後ろから行く岡本はまたドスンドスンと漕ぐんでしょうか。漕いでます漕いでます漕いでます。さあ最後残り3周です。捕まえられるかどうなのか、ちょっと厳しいか。ヘアピンのところもウェイキングを遅らせます。月岡もなんかお尻に火がついてきたんでしょうか。前の岸にも近づいてきましたね。もうここが入れ替えることはないと思うんですけれども、ここに来て月岡もペースアップ。残り周回2周、トップはカーナンバー12番の角和彦。相変わらず誰よりも早いタイムで周回をし、2番手ドライバーに6秒5のタイムギャップをつけています。2番手岸、残り2周、月岡と岡本のタイムギャップは依然としてコンマ5ですが、3コーナー手前でも縮まったようにも見える。月岡
そして岡本ともにですねベースを上げています。さあここからは牽制に入るか。完全に追いついた、追いつきました、岡本追いつきました。あーしかしまたちょっと離れたか。ダブル立ち上がり、ゲティエンジンが唸っているか。最終コーナーから立ち上がり、残り1周。さあ月岡も頑張れ、岡本も頑張れ。最後一バトル、歯を交えることはあるんでしょうか。3コーナー手前、追いつく追いつく、そして入っていく岡本。3コーナーついに入った、入ってどうなる。月岡が戻す、月岡が戻す。メカニックがーと天を仰ぐ。そしてヘアピンのところでは月岡がイン側を締めていって、岡本はしかしアウトには振らない。スピードは乗ってるかどうか。あーしかし複合の手前で少し離れてしまった。最終コーナーから立ち上がり、トップズのチェッカー、堂々のチェッカー、2番手岸がそのままチェッカー、そして3番手はピタピタについてはいるが、最後は花の里と言っておきましょう。月岡と岡本横並び、そして5番手には篠原。最後まで諦めない走りを見せてくれました岡本秀明。本当に最後追いつくとは思いませんでした。いやそんなこと言っちゃいけません。でも見る見る間にね、最後の一周本当追いついていきましたよね。月岡が多分あの後ろかなり警戒モードに入ったんでしょう。そのワンチャンス見事飛び込んだんですけれども、結果4番手ということでした。しかしながらナイスファイトには心から拍手を送りたいと思います。以上 FP3 クラスの地方戦